6回で何シーズンですか。6です6 6スしかもシックスシーズンでしょ。シックスシーズンです。シックスシーズンです。シックスシーズンで す, ンです。皆さんのおかげでね、危なくないですけど駆け抜け
なら。えいっ、おー、これチャンスじゃないですか。いける、よっしゃー、黄色、いいね。かなりいいよ。いいね。またさっきと対戦です。まためんこ。でもめんこに今2連勝中なんですよ。いい感じよ。いいね。一個でした。効果の時に引けない BC が、はあ、あれ、いっぱいする今日は、まあ、チャンスは全部生かしきれてないけど今日はチャンスがすごい多い。おお、聞いたことある。一番汚い。おしろしかも。ちょっと。お、どうして？簡単か。簡単ではない。お、2回目。いい加減だな、あんたのも。
なんだろう。これかよ。下手か。もったいない。本当にもったいない。3000枚いきますか。タイムに入りましたよ。あーやばいやば。やだやだ。あ、続かないと思ったの。そんな音声は出していない。終わっちゃうかもしれない。あ、チャンスアップがあります。よし、行きましたね。今もう7日目で3日目と6日目をちょっとスルーしてしまってるんで、勝ちたいこの対決。かなりいい感じでございます。赤ナナです。今回はカオル先生でいこう。1000獲得枚数も1023枚になりました。頑張れてますね。ここからまた頑張っていこうと思います。お、さあここで対決。おバドミントンか。
ボーナスです。よし、ボーナス確定。いいね、アッカナナです。トドロクさんでいきましょう。今回もストックは貯められなかったんですけども、出玉の方が1167枚に伸びました。今回もまたボーナスが続いてくれたらいいんですけど、天国来ないかな。終わっちゃうかも。やばい、やばい、終わりそう。続いてお願い。あー、11日続きまして、獲得枚数は1579枚です。移動してよかった、本当に。多分ここでストックも終わってるし、終わっちゃったと思うんですけど、あ、もう433ゲームだ。580万ぐらい出たんですけど、そこから対決に勝てず、ずるずるいって433ゲーム、ね、ここで一旦番長はやめたいと思います。あとホールの状況を見に行きたいと思います。今日ね、角2がね調子いい台が、ジャグラーも角2いい感じのグラフ描いてる。ちょ、角2狙ってみようかな。凱旋と今日ハーデス迷ったんですけど、凱旋の方が人気。二択失敗したかも、迷ったんですよ。凱旋かな。わー、私バカだな本当に。ここのジャグラーもやっぱり稼働に出てる、ファンキーも出てる。まあ現状ですけど、私今日前代ね割と稼働にが人気あるんで、ちょっとこのジャグラーまだ1461ゲームしか回ってなくて、ビッグ5のレギュラー2なんですけど、こちらの台ちょっと打ってみようと思います。ここでタイムアップということで実戦終了です。番長で出玉を作って、ジャグラーでレギュラーボーナス2回しか引けなかったんですけども、出玉は流すことができます。今日から6シーズンということで、最後エンディングドリームチャレンジがどんな形になってるかわからないんですけども、ドリームチャレンジ頑張りたいと思います。お疲れ様でした。本日の実践結果1006枚です。お疲れ様でした。いや、チェリー冗談よ。ただ祝宴に終止符を打とうぞ。見て見て上手。上手。やったよ。なかった。無双一戦じゃなかったね。
丈夫。水星の方ホワイトアウトになりますよ、これ。手前突破しました。お、どうなんでしょう。おお、また勝った。ほら、もう満足です、本当に。これダメ、真剣に見てたら負けちゃうからちょっと見ないのく。26枚で終了いたしました。5000枚超えたことは嬉しいんだけど、この結末は見たくなかったな。残った時間どうしよう。ゴッド打ちに行く。設定っぽいですね。はい、赤の LED で入りませんでした。でもまあ設定用以上が 1% 1から下が 0.2%。 いや、高設定でしょう多分。まあフリーズで伸びたからなんとも言えないけど、まあ周りの挙動見ても今日は強めだと思うので、バジリスク4かな。超広角じゃないので。はい、終わりました。ということで、もう綺麗に4時なのでここで終了したいと思います。最後はちょっとシリスボミだったんですけれども、満足いく結果となりました。お疲れ様です。5174枚です。お疲れ様です。お疲れ様でした。いや、いい幕開けだね。すごかったですね。シックスズシーズン、そう、言いづらいから、シックスズシーズン、いや、多くない、多くない、シックスズシーズン出会いないわ。胸ピーで使い
ねえ、本当ですよ、言わないから。みえちゃん欲しがりながら、欲求満ながら、危な、危なかった、いうとこでした。危なかったんですけど、いい幕開けになりましたね、本当に。なったね、うん。今日はもう言うことなしの、まあ、フリーズ、そして振動術ということで、まあ、最後ね、サンスルーで500の天井まで行っちゃったので、若干逃れてしまったんですけど、はい、5174万ということで、うん、もう大勝利ですね、すごい。みーちゃんはそんなに出たんですけど、私朝一ハーネス行って、もう800のヘルゾーンで当たり、いいとこなしだったんで番長に移動して、一撃で1580万ぐらい出たんですけど、うん、そこからジャグラー行ったりして、なんだかんだ飲まれて1006枚長くことができました。うん、本当に良かった。しかも車枚数じゃなくて獲得枚数で計算できるので、今回の合計が6180枚。結構もうさ、1回目にしてかなりの枚数だけど、うん、でも今回からどういう風にルールっていうかミニゲームが変わったか、うちらまだ説明を受けてないわけね。そうですね、朝見えてたんだけど、そのルーレットみたいな。ただ今回は、まあ、クイズはクイズ、こっちはこっちは重いんだけど、うん、このルーレットは今かける5なんだよね。うん、でこれを離れる。マジすごい、全部ある。あー、なるほど。あー、まあ、でもまあ最低でもかける5はもらえるってこと。へー、なるほど。だからクイズを正解すると同時にルーレットの運も必要だよ。じゃあ一問答えなかったら全部5のルーレットってこと。マジ。じゃあさ、じゃあさ、今回は手玉表示って何問とかじゃないんだ。もう結構もう運じゃん。この前4と5で達成してるから、なんか赤振りだなと思ってちょっとぶつかりました。そんなことない。でもやっぱりどれぐらいのレベルなのか、ちょっとこうやって調べをしてみたいってのもあって、ちょっとレベル3で、今回に関しては初のだけの挑戦しようと思って、でそれも当日に1人が振った台誰だとかあるんです。気をつけてやるからね。あ、そこまで行ったら
集なの、マイスターの。やっぱ21845分の1、845分の1、え、待って、ショースデイか切り捨てでいいんだよね。切り捨てでいいよ。はい、すごいマイスター、これ2枚1000何本って言ったか。すごい、私そのフリーズだった。もうすごい。でも何、これはどっかに貼れるってことですね。爪で計算したから。全部みゆちゃん。あ、スーパーミラクルジャクラ。スーパーつくんだ。スーパーミラクルジャクラ。スーパーミラクルジャクラ。ちょっと待って、何それ。20周年どっちが。いや、スーパーミラクルジャクラが最新。30だし、スーパーミラクルジャクラ。ここ嘘。何？何？知らない。初めて知った。パネルが違うんですか。うちらが AE って言うかよ。難しい。これそれ100だろ。EX じゃないんだ。うわー、30逃しちゃった。挑みましょう、はい、いろいろと頑張りましょう。はい、